ついに朝ドラのエールは今週で最後になりまして、まあ、娘の花ちゃんが、まあ、あのロカビリー歌手と結婚するというちょっと変わった展開の後に、まあ、5年経ちましたというところでした。そこで、まあ、オリンピックが決まって、まあ、そのオリンピックの曲を決めるその推進部の話があったわけですけども、まあ、大阪出身の男性がオープニング の曲は小山雄一がふさわしいと推薦するわけですね。自分は大阪出身だけど、もう六甲おろしはみんな大好きだし、巨人も真似して小山さんに頼んでるし、まあ自分は慶応出身だけど、早稲田の紺碧の空にね、叶うものがないから、ついに慶応も応援団の歌を小関、小山さんにね、頼んじゃったしということで、まあ、雄一の曲はみんなの心を一つにする力があるから、と言って押すんですね。でもその上の人は、まあその、彼には戦時下のね、歌の印象が非常に強いと。確かに聴いてもどれも名曲と言える中に入ってしまうような曲ばかりなので、まあ印象がね、良くないからどうかなってちょっとこう、拒否するんですね。それを担当者は強く、長崎の鐘を聞いたことがありますかという。で、そしたらそのまあ、部長なのかなのか、上司は、まあ聞いたことあるよと。あの歌は平和の祈りの歌ですと。その曲をね、一度お一人で聴いて考えてくださいというふうに、進めます。そして、まあ、それが、まあ、その結果、まあ、雄一が、このオリンピックの入場曲を作曲するということになるわけですね。長崎の鐘はもう、放送でね、歌ってましたけど、その時弾いてなかったので、この度弾くことにいたしました。はい。4本の本調子です。前奏なしで弾きます。転調してから本当に心が洗われるような気持ちになりますね。